かすみごめんね。まさかこんなにあっさり翔太くん映えると思ってなくて。もしかしてすでに仮面夫婦だったの？だったらすぐ離婚になってもおかしくないか。謝罪したいの？バカにしたいの？どっちも。あえて言えばバカにしたいのかも。人の夫と浮気しておいてまともな謝罪もせずにバカにするなんて人としてどうかしてるわよ。でも仕方なくない？翔太くんのことを引き止められなかった自分が悪いんだから。私ばっかり悪者にしないでよ。それでいつ離婚届出してくれるの？なこと翔太から慰謝料をもらって、翔太とのお金の清算が終わってからね。お金の話？かすみってばどうして離婚されたか理解してないの？そうやって金金金って翔太くん言っていたわよ。かすみは金の話ばっかりだって。生活する上でお金は重要でしょ。会社経営している翔太くんが夫なのに節約しているんだって。みみっちい節約レシピが食卓に出てくるとか普通に考えて会社経営している人に出さないでしょ。食べたいものも食べられないなんて翔太くんかわいそう。毎月決めた生活費の中で生活していただけなんだけど。いやいや、うなぎとか高級食材使って料理して英気を養ってもらわないと。社長夫人失格じゃない？しかも近くのスーパーだけじゃなくて安いスーパーの広告見て遠出することもあるらしいじゃない？社長の翔太くんに恥かかせるんじゃないわよ。実情も知らずに彼の言い分だけでものを言わないで。しかもお小遣い制だったんだって？ありえなくない？もっと太っ腹に行きなさいよ。社長なんだからいろいろ付き合いもあるだろうし、毎月小遣い制なんて肩身の思いをするに決まってんじゃん。もうその話はいいわ。離婚は決まったわけだし、あとはもろもろ清算して離婚届を出すだけ。お嫁に出してくれる？さっさと私たち結婚したいから。私が奥さんになったらお金は彼の自由に使わせてあげるわ。ご飯だって彼の食べたいものを作る。専業主婦になるの？当然でしょ。彼の顔も立てられるし、常に彼のサポートに集中できるしね。そう、それは頑張って。社長夫人になるなんてあんたと一緒に通った高校時代には考えられなかったわ。ほんと、私の理想の結婚相手を連れてきてくれてありがとう。かすみの分まで私が幸せになっておくから、安心して離婚届を提出してね。今離婚届を役所に提出しました。やっと。長かったな。いつまで待たせるんだよって。そろそろ言おうと思っていたところだったよ。あなたもなくも慰謝料さっさと払わないから離婚届をなかなか出せなかったんでしょ。また金の話。そうやってお前の頭には常に金のことしかないから俺は嫌気がさしたんだよ。俺が稼いだ金を俺が自由に使おうとしたらお前はダメだって言うし、自分の収入と家計のことちゃんと理解してないからでしょ。家計管理だって人に任せっぱなしだし、そもそも小遣い制にしたんだってあなたの金遣いが荒いからでしょ。だから私が管理していたんじゃない。使った分稼げばいいだけだろ。俺は会社経営者なんだぞ。本当に現実が見えてないのね。ゆくゆくは高級住宅地に家だって買う予定だし、そんな将来有望な俺と離婚するなんてお前もついてないね。あなたこそことの重大さを理解してないみたいだけど、後悔してももう遅いわよ。俺がなこと浮気したのは自分の家庭が安らげる場所はなかったからだ。お前のせいでな。なこはお前と違って俺の全てを受け入れてくれるし、俺の全てを肯定してくれる。私との結婚生活は自分の思い通りにならなかったって？そうだよ。あなた結婚するときに、俺は金の管理とかわかんないから家計管理をしてほしい、俺を支えてほしいって言っていたじゃない。管理って言っても限度があるだろ。あなたの希望と家計の実情を十分考慮して私なりにいろいろ頑張ったつもりだったんだけど。つもりはつもりだろ。全然希望通りじゃなかった。過去のことをあだこうだ言ってももう終わったことだから、慰謝料は確かに入金を確認しました。離婚届も提出が終わりました。これで私とあなたは晴れて赤の他人。なこと再婚なりなんなり好きにしてください。お前に言われなくてもさっさとなこと再婚して幸せな家庭を築いてやるよ。
かすみ元気？私は今最高に幸せ。実は一昨日まで新婚旅行で地中海クルーズに行っていたの。わざわざそんな報告いらないし。でもほら、かすみは翔太くんの元妻だし、私の同級生でお友達だし、報告してあげないとダメかなって。ただの嫌がらせじゃない。かすみと翔太くんの新婚旅行は国内だったらしいじゃない。彼はずっと海外旅行がしたかったって言っていたわ。クルーズツアーも行きたかったって。私となら夢も叶うし、やりたいこともできるから、のびのび自分らしく生きられるって言っていたわよ。あんたどれだけ翔太くんに我慢させていたのよ。我慢？あの人が我慢していたのは私の方よ。結婚式だって身内だけど小さな式だったそうじゃない。彼は大々的に豪華にやりたかったって。だから私が叶えてあげることにしたの。まさかあげるつもり？当然でしょ。彼も私だって結婚式したいもの。ドレスは最低でも3着は着たいわよね。オーダーしてもいいか彼に相談しなきゃ。きっと翔太くんは私のためなら金に糸目はつけないって喜んでお金出してくれるだろうし。もう私には関係のない話ね。どうぞご自由に。関係なくないわよ。え？だってかすみは結婚式の受付と二次会の幹事をやってくれないと。何を言ってるの。浮気して自分を裏切った二人の結婚式で受付に二次会の幹事までやれっていうのはありえないでしょ。じゃあ披露宴の司会進行でもいいわよ。冗談でしょ。なんで？私と翔太くん共通の知り合いなんだから、いろいろ思い出話を交えながら司会進行できるでしょ。私たちの幸せな姿を一番間近で見られるチャンスじゃない。別に見たくないわ。どれだけ嫌がらせすれば気が済むわけ？これ以上付き合っていられないわ。私これから引っ越したから。え、そっか、まだ彼と暮らした家にいたんだっけ。寂しい寂しい、アパート暮らしになるのね。もうこの際だからマンション買ったわ。は？マンション買った？持っていて困るもんじゃないし、今後売っても損が出ない物件を買ったの。だからそっちに引っ越すわ。あんた自分の家を買ったの？浮気されて惨めな独身になったくせに。関係ないでしょ。私は賃貸なのよ。それが？社長と社長夫人が賃貸なのに浮気された元妻が持ち家なんてバランスが悪いわ。ちょっと言ってる意味がわからないんだけど。私たちも家を買う。社長らしく超高級住宅街に一軒家。買ったらかすみにも報告してあげるね。だからそんな報告いらないってば。絶対にかすみより幸せになるって決めているんだから。マンションの倍以上でかい新築一軒家を買って彼の超幸せな家庭を築くから。ここどこだ。まだ何か用？問題に答えて。高級住宅街のマップね。印がついてるところがあるでしょ。住宅街の中？この辺りって芸能人とかスポーツ選手とかたくさん住んでいて超お金持ちエリアなの。有名企業の社長たちもこの辺に住んでいたり別荘を持っていたりするんだって。それが？まだわからない。ここが私と翔太くんの愛の巣。高級住宅地に新築一軒を買ったの。今度遊びに来てね。おもてなししてあげる。さらちだったけど。何言ってんの。翔太くんがちゃんと私のために買ってくれたのよ。家だって写真も見せてもらっているから。そんなこと言われても。ここのエリアって私の担当地区だから、どこに家があってどこがさら地かくらいわかるんだけど。担当地区？何の話。私高級不動産を扱う会社で働いているって知らなかったっけ。不動産？主に家の売買を担当しているけど、このエリアってさら地でやっと最近買い手がついたのよ。着工はこれからのはずだけど。じゃあ見せてもらった写真はきっと完成予想図よ。最近の技術ってすごいから。翔太くんは私のために家を買ったって言ってくれたもん。きっとこれから建つのね。私の意見も取り入れながら建てていくんだわ。おかしいわね。あのさら地を買ったのはハウスメーカーなんだけど。え？ハウスメーカー買い上げて土地と家をセットで販売するんだと思うわ。じゃあそのハウスメーカーで買ったのよ。そもそも家自体ものすごく高額なはずだけど、本当に翔太が買えたの？
当然でしょ。翔太くんは会社経営者なのよ。社長なの、社長。年収200万もないのに。あ、年収200万もない、聞いてないの。嘘言わないでよ。彼は社長なのよ。クルーズツアーだって行けるくらいの。慰謝料も払って新婚旅行で地中海に行ったならきっと貯金はゼロでしょうね。そんなわけない。だって彼の会社ってほとんどの売り上げを出してない、零細中の零細企業よ。もともと金遣いが荒いしどんぶり勘定だから、なんとなく経費使って設備投資して会社の経営は常にカツカツ。きっとそろそろ赤字になってもおかしくないでしょうね。嘘でしょ。嘘だよね。ねえ、嘘だって言ったよ。会社の社長なんてなろうと思えば誰でもなれるものだから、肩書きは確かに立派だけど、現実は火の車で仲を持っているような感じじゃないと思うわ。じゃあかすみが節約していたりお小遣い制にしていたのって。彼の金遣いの荒さに結婚してから気づいたの。それからは小遣い制にして彼の要望とお財布事情を考慮してなるべく願いは叶えられるようにしていたつもり。安いスーパーで買い物したり節約レシピで作ったりして毎月貯金はしたかったしね、将来のために。そんな、社長だから稼いでいたばかり。私の方が年収は圧倒的に上だったわよ。でもそんなにお金がなかったならどうしてかすみはマンションなんか買えるのよ。そりゃローンを組めたからね。一応これでも高級住宅地を担当する不動産屋だから、その辺のサラリーマンよりはお給料もらっているわ。我が家も私がほとんど家計を支えていたようなものだしね。彼の年収じゃ専業主婦なんて夢のまた夢だと思っていたけど、あなたは彼を自由にさせている分、彼もあなたの望みを優先しているのかしらね。専業主婦なんか無理じゃん。私は家事もしなくていい専業主婦を目指していたの。どういう意味？だって家事なんかしたくないし、彼の金で稼ぐとかそういうの雇えばいいと思っていたの。私は彼の金で悠々自適に毎日やりたいことやって暮らす予定だったし、それなのにこれじゃ話が違うわ。ところで彼の年収でローンを組むのは現実的じゃないけど、本当にあの高級住宅地の新築一軒を買ったのかしら。あ、そういえばかすみの話が本当なら無理じゃん。絶対よそ様のご家庭の話なので、そちらはそちらでじっくり話し合ってみたらどうですか。私はタワマンに引っ越す準備があるから、それで失礼するわね。タワマン？かすみが買ったマンションってタワマンなの？ちょっとかすみ、ねえ！ちょっとかすみ、どうして離婚する前にあの嘘つき男の真実を教えてくれなかったのよ。聞いてるの？うっさい。今ね、引っ越しが一段落してやっと一息ついてるところなんだけど、私は一息もつけてないのよ。知らんがな。あの嘘つき、家なんか買ってなかった。しかもやっぱり会社も傾いてるって。でも来週には引っ越しなのよ。今住んでるところも実はマンスリーマンションだって分かって、いいマンションだと思ったのに。引っ越し先どこか分かる？あいつの会社。あいつ家賃がもったいないからって会社の事務所に引っ越すとか言ってんの。私にも今後仕事を手伝えって、しかも無給で。いい加減真面目に聞いてよ。真面目に聞くような話じゃないんだもの。新築一軒家じゃなくて会社の事務所に引っ越しなんて、私専業主婦になりたいのに。大変ね、あのビル古いのに。まずは安心して寝れるように虫除け対策とかネズミ除け対策をいろいろしないといけないわね。ちょっと待って、嘘でしょ。私そういうの本当ダメなんだけど。一回だけ忘れ物を届けに行ったことがあるけど、おおよそ会社として成り立っているような事務所じゃないから、生活するのも大変だと思うけど頑張ってね。それがなこは望んだ幸せだもんね。そんなわけないでしょ。離婚したい。あんたに返すわよ、あなたか。クーリングオフの期間は過ぎているのでお断りします。私は新しくて綺麗でセキュリティも万全なタワマンで、しばらくはお一人様を満喫することにするわ。彼のステーキは食べたいとか、うなぎは食べたいとか、車を買いたいとか、どこそこ行きたいとか、ブランド物が欲しいとか、そんなわがままと家計簿に頭を悩ませることもなく、これがまさしく自由なのね。そんな、私のお給料も彼の会社が倒産したらとか、
金が破産したらとか考えて貯蓄に回すばっかりでなかなか使えなかったけど、これでやっと大手を振ってそれなりにお金を使うことができるわ。ありがとうな子、私から疫病神を奪ってくれて。疫病神なんかいらない、私はただ幸せな結婚生活を送りたかっただけなのに。かすみ、私もたまに住みたい、古いビルなんか住みたくない。じゃあ離婚して実家に帰れば。実家の親から帰ってくるなって言われているの。浮気のことよく思ってなくて、それに離婚できるもんならしているわよ。彼が認めてくれないの。またそれ、人ごとみたいに。そうだ、かすみのマンションに行かせて、止めて。かすみ、嘘でしょ、無視しないでよ。行きたくないのよ、お願いだから助けて。私は引っ越して毎日楽しく暮らしています。結局元夫との子は元夫の会社に引っ越し、古い建物に毎日悲鳴を上げながら暮らしているとか、もちろん貯金も手持ちのお金も持ち前の金遣いの荒さであっという間になくなり、会社の経営も右肩下がりで、最近ではナコに外で働くように言い始めたとか。働きたくないナコと稼がせたい元夫で激しい喧嘩が繰り広げられているようですが、とうとう食べるのにも困り、ナコは働き始めたらしいと聞きました。最近では元夫も夜中にアルバイトをしたりしているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。